WBO アジアパシフィックミニマム級王座決定戦両選手入場です。はじめに青コーナーより小林剛輝選手入場です。これより両国国歌の読唱を行います。皆様国旗に向かいご起立願います。はじめにビビアン・ヘルナエスさんによりますフィリピン国歌読唱。Dagat at bundok sa simula sa langit mong buhay, may dilag at tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mong tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya'y kailan pa may di ba sisil. Alam ng buhay natin ating pagsinta, buhay ang langit sa piling mo, ang lumigaya sa maarong aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you.
続きまして、ミス王者さんによります日本国国歌君が代読唱。小林剛志選手とマルコ・ジョン・リメンツォ選手の陣営以外の皆様はここで一旦リング上から降りていただきます。本日の JBC 試合役員はインスペクター田中恵子、同じくインスペクター半田隆樹、タイムキーパー田中優俊、同じくタイムキーパー西川哲也、コミッションドクター藤原仁、同じくコミッションドクター松原康秀。この WBO アジアパシフィックミニマム級王座決定戦と次に行います東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦のスーパーバイザーは安河内剛、その他の試合のスーパーバイザーは坂本翔吾、以上の役員で運営しています。ただいまより WBO アジアパシフィックミニマム級王座決定10回戦を行います。赤コーナー104ポンド4分の3フィリピン、 WBC 世界ミニマム級6位 WBO アジアパシフィックミニマム級1位、マルコ・ジョン・リメンツォ。青コーナー105ポンド新生所属、東洋太平洋ミニマム級14位、 WBO アジアパシフィックミニマム級3位、小林剛志。ジャッジ村瀬正和、同じく中村勝彦、同じく室谷正弘、レフェリー川上淳。WBO アジアパシフィック王座決定戦ふさわしい試合する頭中心。Not bowling, not falling, not okay. Best fight.
両選手の戦利経歴を紹介いたします。参加コーナー、マルコ・ジョン・リメンツォ、フィリピン。1999年3月生まれ、デビュー2017年5月。戦績16戦13勝3敗、13勝のうち10の KO 勝ちが含まれています。対します青コーナー、小林豪樹、新生所属。1998年12月生まれ、兵庫県加古川市出身。デビュー2021年6月、戦績4戦4勝、4勝のうち3つの KO 勝ちが含まれています。セコンドアウト、ラウンド2。次の試合に出場いたします、堀川健一選手、株式会社キーワードジャパン佐々木様、岡田康幸様、以上の方々より激励賞が贈られます。3
ラウンド4。
です。Second out, round of five.
Lauda 6. Second out, round 7.
ただのラウンド赤コーナーマルコ・ジョン・リベンス選手、右目の下が腫れております。この負傷は青コーナー小林選手の有効なヒッティングによる負傷でございます。ラウンド8、あの、あれや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 、
からもらわないぞ。ラウンド9。セカンドアウト、ラウンド10、ラストラウンド。
WBO アジアパシフィックミニマム級王座決定戦採点の結果を発表いたします。ジャッジ村瀬正和97対92、ジャッジ室谷正弘97対92、ジャッジ中村克彦98対91、以上3対0の判定により勝者 WBO アジアパシフィックミニマム級新チャンピオン小林同期。新チャンピオン小林選手へ一般財団法人日本ボクシングコミッションより認定証が授与されます。
初 WBO アジアパシフィックミニマム級チャンピオン小林豪輝殿、荒川2022年12月4日大阪市においてマルコ・ジョン・リベンジを10回戦を行い勝利を得たので本チャンピオンになることを要求します。2022年12月4日一般財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー長岡さん代読。それでは新チャンピオン小林選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。強豪相手でしたけど完勝の印象ですがいかがですか。いや自分的にはもうちょっとできたんじゃないかなのかなと思ってたんですけど、まあ結果で勝ててよかったです。しかしこの小林選手と言いますとね、こうボディーブローでこう倒しまくってるイメージがあったんですけども、こう改めて長いラウンドを見てましてね、本当にこう大振りもしないし命中率も高い、本当にこう上質なボクシング、満足度高くないですかご自身で。いや自分的にはまあ60点ぐらいかな、それかもうちょっと下ぐらいかなと思います。はい、マルコリメンゾ選手とても打ち割りのカウンターが強かったので、はい、それ意識してショートで打つように心がけました。しかしこう9ラウンドにダウンも取って本当にこう見せ場もあり会場も盛り上がってましたけど、いやもうちょっと山下会長の言ってた通りもうちょっと見せ場もっと作れたのかなと、それももうちょっと反省してこれからやっていきたいと思います。まあ、逆に言えばこう伸びしろばかりなんですけどもね、小林選手か今日の試合見て本当にこうスタイリッシュなボクシング、知名度もファンの皆さんの期待度も上がったと思います。今後どういうチャンピオンを目指して戦っていかれますか。今後はもっとミニマム級でももっと面白くそして倒せるボクシングをしていきたいなと思います。さあ本当は最後ファンの皆様に一言もう一言お願いします。いや今日皆さん遠いところ足を運んでいただいて、そして、山下会長、そして応援してくれたスポンサーの皆様、そして支えてくれた家族のみんな本当に感謝しています。ありがとうございます。あ、それともう一ついいですか。それともう一つ全然関係ないことになるんですけど、いつもお世話になってる人が昨日誕生日だったみたいで、直樹くん誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。新チャンピオン小林豪輝選手にお話を伺いました。